かりやる、そんな政治家もいますけど。まぶしさん、若者の政治の声ってどうやったらまぶしさんに届きますか？うちの事務所聞いてください。政治参加ってみんな難しいと思ってますよね。で、選挙に行けばいいって言いますけど、選挙って何年かに1回しかないんです。だから普段政治に関われないと思ってる方が大半です。だからどんな人がやってんだろうかとか、あのおじさんテレビでは怖そうだけど実際どうなのかなとか、行ってみたら若い人たちが秘書でいるじゃんとか、そういうのを見てください。普通に皆さんの暮らしのことを考えている、そういう人たちが政治家やってますから。もちろんそうではない、金儲けばかりやるそんな政治家もいますけど、馬淵澄夫は大丈夫です。いつでも聞いてください。